生活が変わった環境が変わったちょっと戸惑いを感じている私でも変わらない安心もあるあまたあのオレンジ色のバスがやってきた私がいつも乗るバスは明治産業のラッピングバスらしいラッキーシートに座れたらその日はいいことがあるんじゃないかと期待してしまう もまた乗れるかなあなただけのプラスを提供する明治産業明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューシリーズでお送りしています春の九州漫画展ツーリズム今週は久留米市美術館で開催中のデビュー50周年記念萩尾本ポーの一族展を特集しますスタジオには当番組プロデューサー三好ですおはようございますおはようございます えー、少女漫画家の萩尾望都先生ですね、はい。非常にこれは期待をしておりました。あのまあ、はい、本当にあの萩尾望都先生といえば、うん、まあ少女漫画界そしてやっぱ漫画全体界においてもですよ。<laughs> うん、あの本当に歴史的な、うん、あの存在のお一人でありながら、うん、お恥ずかしながら本当に僕はあのずっとそのお名前をお聞きするばかりで、うん、あの詳しく。 あの知ることができていなかったので、うんうん、今回こういう形でですねあのご出身のにも関わりのある福岡県、はい、この場所で天井を見れるというのはとっても嬉しいことだななんてて思っているところです、ねえー、デビューが1969年で、まあ、たあの展覧会のタイトルにも入っております「ポーの一族」という、まあ、一連のシリーズがあるんですが、えー、別冊少女コミックで掲載されていた作品なんですよね。はいうん、もうたくさん ファンの方もいらっしゃると思いますはいぜひこれはちょっと聞いていただければと思います、ね、はい、えー。今回はですねくるめし美術館の学芸員佐々木奈美子さんに詳しくお話を伺っておりますまずはインタビュー前半をお聞きください、えー、今回は学芸員の佐々木さんにお話を伺いますよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、萩尾元さんはい、漫画家でいらっしゃるんですよねまずはその辺りから伺っていきたいんですがご出身福岡なんです、ね、そうですね 大牟田のご出身ということで、はい、ま非常に当館あの久留米から近い、はい、あの今回の展覧会もあの有名な漫画家だからっていうだけじゃなくてやはりあの、えー、地元作家という位置づけで、うん、まあ展示が実現したようなところもございますうんあの萩尾先生のコメントもありましたけどよくここにもいらっしゃってたっていう。えー 光栄なことでございますもう本当に<ー>あの嬉しいですね先生の情緒のほんのこう全体の中の一部かもしれないんですけどあのここがその「少女期に関わってたかもしれないと嬉しいですね、はい、きっとでもここの景色とかは、うん、ねそういうきっかけもしかしたらなってたのかもしれないですよね。うん バラが今盛りなんですよね,ね<ー>で今年はあの花が早いので桜以降チューリップも全部早かったんですけどなのでバラも一斉に咲き始めましてですね、うん、あのその光景がどこか心の中に残ってて今日見ていただいたポーの一族のバラの庭の中に反映していたら いいいなっていうのは思ったりはしますね <laughs> いや今日本当にあの施設を邪魔させていて一番最初にやっぱもうとにかくもう絢爛豪華なバラのね、うん、あの風景にあの一度圧倒されてましてですね、うん、でそしてねあのポーの一族展中に入ったらまさしくバラの咲く村ポーの村っていう風にですね、はいうん、書いてあるようなシーンもあって、うん、わ これは今我々は今、今、そのくらいに思ったりして<笑><笑>あの地元のお地元で大唄の出身であるということと、はい、それからあの石橋文化センターがあのバラで、まあ、非常にこう皆さんにおいでいただいてるっていうことからの関連っていうのもこの展覧会をしようと、まあ、するというふうに、うん、あの決めた一つの、まあ、決め手にはなってますよね。うん あの萩尾元先生のまずはその元先生について伺っていきたいんですけど、うんはい、デビューされたのが1969年そうですねその頃って少女漫画界っていうのはもちろん戦前から少女雑誌っていうのはあったわけですけれども、うんでまあ、戦争中には。 そういういいこともしててられなくなくってで戦後ですよねあのいろいろなタイプの雑誌あの出版物が出てくる中で、まあ、少年漫画そして少女漫画っていうものがあの皆が求めるようになったのもあったんでしょうけれどもあの最初の頃は男性の作家ですねあのもう手塚治虫先生とか千葉哲也先生とかが参入して書かれている。 少女漫画という世界に書かれていたんですけれども、うん、あの雑誌がですね60年代から、うん、あの次々と刊行されるようになると少女漫画雑誌っていうのが刊行されるようになるとこれがじわ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 っていうふうに、うん、あの出てきた浸透していったっていうんじゃなくって一気に雑誌が次々と刊行されてーーあの まあビッグバン的な<ー>少女漫画ビッグバン的な状況になるんですね。<ー>えー、あのー、リボンとか仲良しっていう月刊誌はもう50年代から出てたんですけれども、うん、それがまあ60年代に入るとあのー、少女漫画も今あの何ですかねジャンプとかマガジンとか週刊誌ですか少年誌あんまり詳しくないですけど、はい、ああいう感じで少女漫画も週刊誌とかで出ているぐらい、えー、あのー。 一気に出てくる<ー>そうなるとどうなるかっていうとたくさんの書き手が求められるるよようになるわけですよね、はい、で特にあの少女たちの細やかな心情とかそういうものが理解されるような読者と近い送り手が必要になってくる。うん、で雑誌の登場要するに新しいプラットフォームができて、うん、そこにたくさんの書き手が必要とされて。 で読者と近い少女たちが次々とデビューしていくっていうのが、うん、あの萩尾本デビューの何、まあ、ていうのかな周辺状況としてはあったのかなと思います。ビッグバンだったんです、ね、すごいですねねご <laughs> いい、うん、で白萩尾本自身は20歳でデビューしてるんですけど20歳のデビューがちょっと遅いかなっていうぐらい10代でデビューしたりするような女の子たちがたくさんいたと。 雑誌に投稿欄ができて、うん、で、新人漫画家を常に募集していて、はい、っていうような状況で、あの萩尾元先生。自身も投稿からあのスタートしていますもんね。ほうほうはい、まだ九州にいた頃から、あの、うん、作品をだあの応募して、はい、で今回の展示の中であの。 原画があの主に展示されてるんですけれども一部その昔の雑誌なども大牟田在住の,あのコレクターの方の,のご協力を得て、うん、あの展示してますけどの、えー、と雑誌にその投稿が金賞を取った時のページとかも開いて載せたりしていますけれども本当に九州からデビューを夢見る、うん。 あの少女の一人だったという感じですね。うん、その頃の作品。 なんか手塚先生のちょっと影響があるのかなっていうなんか絵だった気が僕はしたんですけど「うん、あそうですねルルとミミ」という、はい、あのデビュー作の原画がありましたけど、はい、あの見開きの構図あの俯瞰的にあのモブシーンでみんなが生き生きと、うん、あの動いていて本当に手塚先生の影響を強く受けますよね。ややっっぱぱりり当時の少女たちあのやっぱり あの手塚治虫ですとか石森章太郎とかそういう人たちの絵を見てやっぱりどこかちょっとあの真似をするってわけじゃないですけど、うん、影響を受けた部分っていうのは少なくなかったと思います。うん、となるとやっぱその頃の時代っていうのは書き手がもう急に増えた時代でもあるってことですよね。そうですねなんかやっぱり 新しい舞台が用意されてそこにたくさんの役者さんというんですかねが必要とされる中で、うん、だからあのそう同じ時期に。 同じぐらいの世代の少女たちがその頃に一気にデビューして、うん、でその方々が今でも書いてる方とても多いんですよねあの。これが驚くべきことなんですけど、うん、萩尾先生が今回デビュー50周年記念というふうに歌いましたけれど、うん、素晴らしいことですけれども、うん、あの他にもやっぱり同じぐらいの前後してデビューしていまだに書き続けられている書き手の方がたくさんいらっしゃる、うんうん、そういうようなあのまさにこう。 何かが生ままれた,うんたんだと思いますう、はい、そうなってくるとやっぱりその中たくさんいらっしゃる書き手の中から、はい、まあ個性といいますかまあ萩尾先生だったら萩尾先生ならではのものを生み出していかなければやっぱりそうです、ね、残っていけない50周年を迎えることができないってことも言い換えることができるとは思うんですが。はいはい、あそううですねあのー、こう デビュー作の時からアイデアが溢れるように出てきてたんだなという頃はことはですねあの初期の,あの今回もちょっと原画も出てますけど予告のページがあってそこにあの毎月の毎号のようにあの次々と違うタイプの作品を次々発表されていたっていうようなあのちょっと原画がありますけれども。あの あとそれからこれは雑誌の方にもありますけど頭の中にいろいろなアイデアがこう無数に浮かんでいてそれがプカ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 浮いてきたり沈んできたりするのをどう形にしていくかっていうのを考えているようなやはりあのストーリーテラーとしての,あのものすごく優れたものを持っていたと思います。でやはり同同時期にあの同じ 年頃の少女たたちがくくさんデビューしていくその中で切磋琢磨されていったっていうのもあの萩尾先生の,こうあの、まあ、作画の力あのストーリーテリングの力っていうものをこうあの伸ばしていったんだと思うんですけれども、うん、やっぱりその、えー、と今回その展示しているのが「ポーの一族」っていう、はい、あの代表作になりますけれども。うん、あの 大体どんな時期に書かれたかっていうことをあの皆さんあの、うん、私たちはあの同時代的に見てたのでもうあ,のあれなんですけど今例えば聞いてらっしゃる若い方にイメージしていただくとすると、うん、1972年に連載が始まってるんですね。はい、でこの同じ年に「ベルサイユのバラ」も連載が始まってるんです。はいはいで このお二人も年齢も二つぐらいしか違わないんですね。で、あの別、ー、にこうそれまでの雑誌、少女雑誌っていうのは、まあ、楽しかったりお涙頂戴だ,だったりするものを読んで、まあ、その場で読みす るって言っちゃ言い過ぎですけれども、まあ、楽しく読んでそれでいいだろうっていうのが送り手側の例えば編集部とかそういうあの、まあ、大人の方ですよね大人の,あの考えとしてはそういう気持ちがあったのに少女漫画が読み捨てられるものではないっていうことが例えば「あのベルバラ」の登場萩尾元のポーの一族の登場であの 証明されていくんですねでそれはあのー、例えばその雑誌に載ってるものがまとまったら単行本にして売る、うん、そんなの今は当たり前なんですけど「うん、もう鬼滅」が何万部売れたとかっていうもう当たり前になってますけれども <laughs> そういうのも、あのー、彼女たちが、あのー、その読むに耐える何度も読むに耐える作品を であのー、こう自分のうちにその何て言うのかな単行本を持ってそれを 一度度度度度ならず二三四何度も読み返すでその世界を自分のものとしていくそういうことがあの当たり前になっていてで、まあ、その後「ベルバラ」なんかはメディアミックスじゃないですけどアニメになったりとか、うん、舞台になったりとかしてさらに社会現象になっていきますよね。あのそういうようなことをあの扉を開いた作家の一人だったというふうに言えると思います。 驚きました、うん、ベルバラと同じ年だったんですね,ね日本の一族あの僕てっきりベルバラがまず先行としてあって、うん ある種そういうなんかこう中世的なあのち、うん、中世のなんかこうちょっとある種の端的なというか、まあ、そういうあの美意識で統一されたまあ愛の物語みたいなものがある程度こうなんてうんでしょう先行者があってそ,それを受けてのポーの一族が勝手に思い込んでたんですけど、うん、全く同時期だったんだっていうことに驚いていてでそれは何かというと何だろうなこの時期にそのまあ72年とかっていうその時期に、うんはい 同じくそのように、まあ、中世というか、うん、要はその現代ではない、うん、あの舞台を選んで、うん、あのなんかそういうもあ物語が同時に生まれたっていうところには、うん、なんかこう背景というかなんかそういうものってあったんでしょうか そうですね、まあ、この2つ、今挙げた2つは歴史ですよね、ベルバラは実際の歴史、フランス革命ですし、うん、ポーネ一族の場合は完全にフィクションではありますけれども、バンパネラっていう吸血鬼の少年、うん、あるいは少女を登場人物として、まあ、ヨーロッパを舞台にした、まあ、歴史的な大河ドラマですよね、うんうん、そういうものを作り上げている。うん、はい、まあ ドドララママ仕立て壮大なドラマですよね、うん、多分最初少女漫画を送り出そうと思っていた出版社の人たちも女子が家庭とか恋愛とかそういうものだけにとどまらない歴史的な大河ドラマを読んで。うんうん あるいは書くっていうことはあまり想定してなかったんじゃないのかなと思うんですよね。うんうん、多分、それはおそらくそのえっ、ー、とそういう業界が思う。以上に少女たちは求めているものはもっと広くて大きくて、うん、で、それは多分。そのこういうのを書けって言われてたのはおそらく。 もっと身近な恋愛ものだったと思うんですもっと可愛らしくて <laughs> あのドジな少女が出てくるようななんかそういうものを求められていたんだと思うんですけれどもそうじゃなくて書きたいって言って書いてるんですよねポーの一族言がありましたけどこう 吸血鬼の,あの兄弟の話を書きたくてうずうずしているのですっていうような原画があったと思うんですけれどもで実際にもう短編書いていいよっていう時にあのそれを持っていってまた次短編書いていいよっていう時にその別のシリーズを持っていってっていう感じでもう根気よくこれを書きたいこれを書きたいってことをプレゼンしてでもうしょうがないなっていう感じでシリーズ化していったっていうのが「坊の一族」のシリーズだったのであの多分その。 書き手と読み手が近かったっていうのもありますし、うん、でその書き手の方のも少女たちであってその少女たちが非常に鋭敏なセンサーで求めてる受け手の少女たちが求めてるものっていうものを提供できたんじゃないかなっていうふうに思うんです。うんはい、でそれはあの物語でであり もっと言うと萩尾さんの場合にこ度なってきますけれどもこれバンパネラなんですよねバンパネラって「ヴァンパイア」っていう吸血鬼の少年少女なんですけど要するに永遠の少年でああっったたりり永遠の少女であったりしますで常に自分はたちはなぜ生きてるのか自分たちはどこから来たのか何のためにこう。 人間とは違うこういう存在でいるのか、うん、消えた時どこに行くのかっていうことが物語の前編を通して流れているんですよ、うんうん、これも文学なんですよね本当です、うん、なんて言うんでしょうテーマがですね、うん、でそうなってくるとあのー。 まあ、いつの時代でもいつも若い人たちっていうのはその疑問っていうものに常にこうわ、あのー、からなくてモヤモヤしてっていうものが、うん、少女漫画という世界の形を借りて、まあ、あの普遍的なテーマっていうものが語られているのでおそらく一回入ってしまうとその絵柄が可愛いとか綺麗とか、まあ、そういうような、うん、あのー ところが入り口だったかもしれれないんですけれども、うん、その世界観みたいなものにちょっと共鳴しちゃう、うんうん、で、あのー、ある時読んでこう思った2年経って読むとこう思う、うん、5年ぐらい経ってちょっと大人になって読むとまたこう思うっていうようなあの非常に長く読みうるしあのー 世代を超えて読み継がれうるし、うん、そういうようなものになっていったっていう点が多分萩生さんの新しいところだったんじゃないかなっていうふうに思います。うん、本当にもおっしゃったことは我々本当に感じましたよね。うん、本当にそう思いますね。うん、あのなんかあの七十二年のまあから始まった作品と言われつつも。うんうん なんかもうあっけなく時代を超越してくるなっていう感じが <laughs> ありますし、えー、あのやっぱりそのバンパネラっていうやっぱその一つのやっぱこう軸になる存在を置いたことで。うん すごくなんか、あのー、見,見えてくるものがあるなと思っていてまずやっぱおっしゃったようにやっぱその永遠の少年あるいは永遠の少女というところの社会の真ん中のちょっと外にいる存在みたいな、うん、あのでそれは作用することもできるけど場合によっては挑発するようなこともできるけどでもやっぱりあの基本的にやっぱ、うん、あのマジョリティがいるのの外というか終焉の人々であると。 ね、いう感じだったりとか、うんうん、あとやっぱそのまあこの話にも続くのかもしれないですけどやっぱそのワンパネラっていうのはとにかくやっぱそのずっと生き続けてしまうがゆえあの、えー、やっぱり同じくやっぱそのなんだろうな生きて死ぬ人たちのやっぱい、うん、一層外にいる人たちでやっぱ関わろうと思えば関われるんだが、うん、まあ関わってもそれは必ずあの同じ呼吸では関われないというか。そ,ううん、そこが悲しい<な> <laughs> ですよね。<laughs> なんかだからやっぱそういうなんかそのなんか自分の自分の外で世界がずっとこう淡々と動いていってしまっていることへの疎外感だったりとかやるせなさで一方でそれはでも自分次第で関わることもできるのであるみたいなその間で揺れ動く存在感みたいなのっていうのはなんか 全然今の僕らにも通じるしもしかしたらその絵は60年代ってどっちかというと梅を育てようじゃないですけど、まあ、頑張ればとにかく報われる時代からちょっと時代が変わっていくなんかそういう時代だったのかななんて思ったんですけど70年代のこの当時ってこの作品ってど,どんな風に読まれてどんな感じだったんですかね そうななんですよなんかその周辺者今おっしゃった中で、うん、まさにそうなんですよねで周辺者である彼らと、まあ、他の人々がどういうふうに関わったか、うんうん、出会って関わっていったかっていうのが数百年のに及ぶ物語になっている、うんうん、でどういうふうに受け止められたかというとやはりあの何、ー、ていうのかなでは キャ,ンディーキャンディー読んでるよっていう男の子はいなかったんですよ。うん、だけどあのそれ高校でも大学でも萩尾本を読んでるよっていう男子生徒はいました。うん、でしかもちょっとその 何て言うのかな読書好きな、うん、ちょっと哲学好きな感じの男の子たちの中には、うん、萩尾元なら読めるっていうか、うん、なら読めるって言っちゃ言い方が変かな要するにさっき文学に近いって言い方をしましたけれども、あのー、批評の対象になりうる作品という扱われ方をしたんじゃないかなって。 で今でこそあの漫画の作品を取り上げて論評するっていうのは当たり前になってますしその大学の講座がたくさんありますでしょ美術館もあるし図書館もあるし専門の研究をなさってる方もいますけれどもおそらくですねその70年代の段階であの漫画をそのちょっと前まで読み捨てられるぐらいの勢いだったので。うんうんうん 繰り返しを見えるものになりそれを批評の対象にするっていうことはちょっとあんまり考えられなかったんじゃないかと思うんですけども、うん、萩尾先生に関してはあの初期からあの萩尾元を論評するっていうような同人誌が出てますよね<ー>でそういうのに関わっている人たちがその後の漫画文化の批評家として今 <laughs> いまこうすごくあの貢献をされている方々がいらっしゃるのであの何、ー、ていうのかしらまあ本当にあのこれはハギ元ご自身が 考えていたことだったり望んでいたことだったかどうかは別としてですね、うん、あの少女漫画のある意味位置っていうものをすごく目に見える形にして批評の対象にして格を上げたっていう形になるのかなと思いますそれがいいか悪いか別としてねはい、あのそういう存在であったことは間違いないかなというふうには思います、えー、これってやっぱりその読む側としてももちろんそうですけど、はい 作りり手ととししてもかなり影響を与えましたよねそうだと思いますあのー、この世代に出てきた人たちがつけた道をものすごく力強く大量の少女漫画家たちが後を追うような形になりますので、うん、あのー、75年ぐらいかなあの1972年にこの「本の一族」の連載が始まるんですけど、まあ、例えばその年で その年代70年代にコミケができますもんね。で同人誌文化みたいなのがその後できてきますでしょ。 を読んで育った萩尾本世代の先生たちが今度商業誌で少女漫画っていうものをこう何て言うのかな市民権を得るような形になってでそれを追った少女たちが今度同じように商業誌でデビューしたりあるいはあの漫画研究会とか漫画サークルを作ってデビューしないまでも自分たちで書いていくあのそれしてあの一部の人は同人誌を作っていく。それは 今こうどうなってるかっていうとものすごい大量の漫画描ける子たちっているでしょう世の中に。はいうん、でそういう子たちが今度は新しいプラットフォームとしてネットに絵師としてイラストを発表したり、うんうん、もうちょっとしたあのなんていうのかな全ての職業に全ての漫画があるぐらいあのいろんな漫画を描いてあのツイッターで投稿したりとかしてますよね。うん あの当たり前の表現手段の一つになってますけれども、うんま、あのそれはあのこのビッグバン的に出てきたこの、うん、あえてこの言葉を使いますけれども昭和24年組と言われた人たちの,あの周辺の人たちが開いた扉を通って、うん、みんなが一気にこう走り出した、うん、そのっていうかその結果が今に至ってるような気はいたします。うんうん あのこれポーの一族は、まあ、そのような形で、まあ、世に出ていったと。うん、でこれってあの商業的にというか、うん、あの実際、うん、どんな位置づけの漫画として読まれたんだろうなというのをちょっとあ<ー>あの来る前に話をしていて、うん、いわゆるその大ヒット漫画みたいな形で流通していったのかあるいはちょっとそのやっぱサブ的なものだったのかど,どうだったんですかこれっていうのは。 ご自分のことをすごく何て言うのかな歌唱に書かれるんですよね <laughs> あ<の>。<laughs> 何かあの今回の衛星だけじゃなくて、<laughs> で、間伐の,あの取りに足らない作家みたいな書き方を自分ではされるんですけれど<笑><笑>で、で、ま、確かにその連載が始まった時から表紙、関東をバンバン飾るような、例えばポーの一族はそういう作品ではなかったかもしれないんですが、<laughs> あの、別冊、 少女コミックというのに連載されていて小学館さんなんですけれどもちょっと少女漫画に関してはあのマーガレットの修営者さんとか仲良しの講談者さんがちょっと先に出ててあの小学館さんはちょっと後に出たような雑誌っていう位置づけ数年の差ですけどねほんとのちょっとの差ですけどで修営者さんの方で例えば「ベルバラ」っていうのがあったりして人気が出ています。 で小学館が、あのー、じゃあやっぱりうちも少女漫画の単行本を売り出そうってなった時に最初に選んだのがポーの一族だったんですねつまりあの編集者やっぱりその頃の編集者の人たちはやっぱりその一番元気があるあの媒体ですから雑誌んどんどん売れてる。 どんどん広がっていく媒体のやっぱり編集者の人は軽眼の人っていうかやっぱり優れたあの目を持っている方がいてで単行本になっても買うだろう知るあなんてのかなちょっとクローン向けの内容だけどこれだったらいけるかもしれないでもかもしれないですよねかもしれないもう社運をかけてじゃないですけどこれで行ってみようと思って選んだのがポーの一族だったと。 そして実際、あのー、シリーズのうちの、まあ、単行本5冊結局出るんですけど最初の3冊を、あのー、1ヶ月ごとに出したでこれはあの、まあ、語り草になるぐらい売れたと <laughs> 3日で完売してというような形でーー本当によく売れたそうです。でこれはやっっぱりそのポーノ一族のの世界っていうのが 雑誌で短く載ってる時っていうのはその壮大な世界観の一部をこう横からこう見てるだけなのであの入り込むって言ってもそ、ね、何ページか経てばもう次の読まなきゃいけなくて、うん、あれですけどその単行本になってまとめて読むとそのこの話が次この話になってこの人たちがここにこうなったのかあ,あの人が今こうなってるメリーベル全然雰囲気が違うみたいな感じで。うんあの 入り込みやすいのもあるのか、単行本に向いている作品であったんだと思うんですけれども、うん、あのま、ー、だから商業的にも成功するんですね。うん、うん、で、あのその小学館のその文化の単行本化っていうのが拍車がかかるし、うん、あのー？ 竹尾本自身もあのこのポーの一族がよく売れたというのもあってそのトーマの真相っていうのを連載をできたっていうふうに<ー>なんかあのこ,のこの辺りもなんかあの,あのえっ、ー、と どこまでがその遠慮っていうか、あの、その、なんかあの、なんかちょっとこう、謙遜なのかどうかっていうのはちょっと割り引いて考えなきゃいけないですけど、はいうん、確かにあの頃のあの、雑誌のページなんか見ると、アンケートよろしくとか、書い,ね、あの書いてますので、ねうん、やっぱりその、人気があるようなテーマを、 求められててて書いてるんじゃなくて自分が書きたいテーマのものをずっと長く温めてたテーマのものを書かせてもらってるんで、うん、打ち切らせちゃいけない続けたいうん、うん、最後までいきたいっていうようなもう必死の思いみたいなのが今回のその展示されている資料なんかからもちょっと伺えるっていう感じだと思います、ねうん、ファンの方へのお手紙の返事でそういうことを書いてらっしゃるんですもん、ね、<laughs> よろしくみたいなね。はい その必死さっていうのもまたやっぱり本当に書かれたかったものを書いていきたいっていうお気持ちがずっとあるのかなって思いましたけど、えー、あの原画プレゼント表紙原画のプレゼントなんかも迷子をしたりとかして、うん、いろいろこうあのやってであのそれこそ今回のエッセイでも書かれてましたけどそれこそずいぶん前から構想を練っていたしたいっていうあの書きたいというお話だったというのがありますけれどあの 我々ファンの,あの立場からするとポーの一族はもちろんすごいですけどトーマファンとても多いですね。何、まあ、て言うんでしょう本当に純粋なあの誰かを思う気持ちとか何、うん、て言うかねあの許しとかそういうものって。 っていうのはちょっとあの世界じゃないと描ききれないようなこうなんか感情みたいなのがあって夢中になって読んだ作品の一つでした。あとカラーの絵の美しさなの,なのよ。そう、うん、まさしくお聞きしたいのがそこで、うん、あの今割と内面の話したじゃないですか。で今度はちょっとその表現の部分なんですけど。うん ちょっとカラーの絵のカラー原稿を今回原画で初めて拝見したわけですけどちょっとぶっ飛びますね、あれね。すごくないですか <laughs> 漫画部分は漫画部分で面白いんですよね、写色が貼ってあったり、はい、こう指示書きが青い,ペンで書いてああ鉛筆で書いてあったり、うん、であれも印刷にするとその貼ってるところとかのりとか青鉛筆とか見えなくなっちゃうんですけど、カラー原稿もそうで、あのー、そうでっていうかもう展示してある原画はもう1枚の作品みたいに完成度が高いでしょ <laughs>、うん、であのー。 印刷されると、そこに例えばランプトンは語るとかタイトルが載って名前が入って煽り文句がついて、うん、であの印刷されるんですけどその時にあの原画に出てるニュアンスは落っこちちゃう部分もあるんですけど、うんうん、その落ちちゃう部分まで書いちゃうんですよね、<laughs> すっごい細かく。でででも描いちゃうんですね 萩尾本以子の作家たちも同じようにやっぱりカラーページの原稿絶対落ちちゃうよっていうような細かいニュアンスまで書き込むもう日本画家っていうぐらい書き込むような人が出たりするのはやっぱりあのこの程度っていうようななんかあの妥協とか職業としてのなんか量産っていうこととは違う意識でやっぱり書いていたんじゃないかなって。 っていう取り組んでいたんじゃないかなっていうところは、やっぱ感じますね。明らかに、あの、なんだろう、あの。この言葉、僕は大嫌いな言葉なんですけど、費用対効果には見合わない。<laughs> 多分。ね。逸脱がありますよね。えー、いや、でも、なんか、やっぱ、それは、えー、あの、やっぱ、冒頭から言って、やっぱり、萩尾さん自身がとにかく書きたいことがある人であるんで、ん書きたいんだっていう、やっぱ情熱が。うね、もう、そのままい。い てていでやっぱそれをファンがあるタイミングからもう以降はずっとそれを見たいんだっていうある種の共闘関係というかなんかそういう関係で結ばれた時にずっとこう豊かなねあのなんか循環が生まれてるなっていう感じがしてだからやっぱあの萩生先生も逆に言うと一層手が抜けなくなっていくというかもっともっともっと完成度の高いもっと見たことのないものを届けたいっていうふうな思い がなんかどんどん画面の圧がこう高まってる感じがあって、そうですね、うん、そうですね。だから昔この時期の漫画家の方々のエピソードで私が好きなのが、うん、なんかそれこそ何人かでもヘトヘトになって作業していて、少し休むかって言って、うん、でじゃあ休もう。 何してあの何するって言って「お絵描きしましょう」って言って <laughs> 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 というようなあのそういうようなあの、うん、落語みたいな。そうだから本当に書いて書いて描きまくったでしょうしまた本当次々といろいろな。 絵柄だったりが割いていたっていうような、うん、まあそういうようなあの熱気がある時代だったんじゃないかなというふうに思います、うん、またあの長く続けていらっしゃるので今度見ていただければお分かりの通りこう70年代がポーの一族やトーマの神像があって、うん、80年代90年代で 20,、うん、20世紀に入ってもあの次々と新作を出されてるんですね、うん、その中にはあの話題作もあるし、うん であのー、では311の後にはそれに関するもの関するっていうかい、あのー、心を動かされて書かれたものもあるしで絵柄がどんどん変わっていってるのはご覧いただいてわかるかなと思うんですね。うんうん、だから、あのー、常にに、あのー、その場に 立ち止まってて、るわけじゃなくてあの昔の巨匠としてもう昔の巨匠でも十分すごいんだけど今現在にアクセスしながらあの書かれてるっていうこともすごいしであのご存知の方多いと思うんですけれどあのポーの一族っていうのは72年から1976年で一回完結して。うん でそのあと雑誌のインタビューかななんかでもう書かないんですって断言されてたこともあったんですけれどあの再開するんですよね21世紀に入ってからであの40年ぶりに新シリーズが2016年に復活したってその新しいシリーズの原画も最後の部屋にこう出させていただいてますけれどもあのファン心理としてねもうあの世界 まあ,あの世界で完結してるんじゃないかどうしようと思ってなんかそのこの新しいシリーズがあのを読んで昔の感覚がよみがえらなかったらどうしようと思いながらその新シリーズを本当に恐る恐る読んだんですけど不思議なもので全然そんなことなくて絵柄は変わってるんですよ確かに絵柄は変わってるんだけどちゃんとその。 エドガーという主人公、うん、アランというもう一人の主人公がちゃんとそこにいて、うん、動いてあのその世界にぐっとこう引き戻してくれたっていうところがあってやっぱりあの出来上がってていうか完成された物語世界っていうのは逆に本当に堅牢なものなんだなっていうことを非常に強く感じました。うんまあ、今回の展覧会もその50 デビュー50周年であるということうん、うん、でこの萩本元という作家のがどういうことをされてきたのかっていうような回顧展であると同時に、うん、あの今現在も見ていただける、うん、そういう展覧会になっているのかなというふうには思っています、うんこれもこ。これからの先生がすごい またね,ま<だ>ね <laughs> 楽しみな展覧会ですよねそう見えました、ね、100年に向けて <laughs> <laughs> あのどういうふうになられていくのか、うん、これはこれもう先生がバンパネラであることをしない、ね、<laughs> <laughs> <laughs> まだ読みたいものね、うん、ううのやっぱりねうんその紙の漫画自体が、まあ、あ,のある意味ちょっと曲がり角に来てますでしょ。うんうん 漫画だけけじゃないけれどもそう,、ねはい、そうなってくると今度はネットって新しいプラットフォームができて <laughs> そこにいろいろな読み手と書き手がすごく近くなってるっていうのは萩尾先生たちがデビューした時のビッグバン的に少女漫画が生まれた時期と今っていうのはある程度ちょっとリンクしてるかもしれないなと思うんですよね。そ、はい、そうしたらあのの時にその あの萩尾元という若い才能が漫画という世界に飛び込んで新しい表現を開いたように今度は何平成じゃないや令和のうん、うん、令和の萩尾元が出てまた新しい表現を開いていってくれたりしたら先生はすごく喜んで読んでくださるんじゃないかなっていうふうにちょっと思ったりしたりもします。うんうん、今はすごくあの また新ししい書き手が求められてるし、うん、でそこのまあ一つのロールモデルとしてね、うん、当時の,あの萩尾先生やその同世代の漫画家たちがどういうふうにこの新しい道を歩んだのかっていうのは、うん、あの非常に参考になるんじゃないかなというふうにも思います。確かかにになあいやこれは本当になんか一つのこう 時代を。見せていただいたなっていう <laughs>、うんうん。いや、今回本当佐々木さんに、あの、やっぱ、その、うん、まあ、ある種、その、戦前から戦後、そして六十年代から七十年代っていう。うん、まあ、その、言ったら、この、萩尾元に至る前の、全史を、ちょっと、はい。 ご解説いただいたただおかげでなんか非常にやっぱその萩尾元先生のやっぱ革新性みたいなものだったりとかそれ以降に与えた影響をすごい捉えやすくなったしやっぱ全紙がいわゆる少女漫画全紙がさ、うん、<laughs> 一回ちょっと外観できた感じがあってすごいありがたかったしあのそれを踏まえて改めてこの展覧会を見てみると。うん ちょっとあのやっぱりい,いかにすごかったのかっていうのが一層感じられるししかもそれが意外にでもそれを要は大ホームランを別に彼女自身は狙っていたのではなく<う>淡々と自分の描きたい世界を描き抜いた結果それが確信だったのであるっていう,う、うん、このやっぱ個性みたいなものが素晴らしいなと思うわけです,強いですよね。やっぱね なんですよね、うん、ある意味結果として革命なんですけれどただ革命っていうのは多分そらくあのどちらかというと本当にこの漫画の神様っていうものがいるとしたらそこから使わされたシャーマンというか子というかもうそれをこう私たちに与えてくれるためにこう。 この辺になってくるとあのファンの戯言になってきます <laughs> いやでももうそう言いたくなるとわかる、ねね、なんかね私いや、うん、ある意味すごいそれは幸福な数十年だったろうなと思うわけですよその萩尾さんがどんどんね、うん、やっぱそのリアルタイムで作品を発表されるのをずっと並走してあの常に衝撃を受けながら、うん、あの並走されてこられたっていうのは逆に言うと僕らはやっぱできなかったことなので、うん、とっても羨ましく思います。 ありがとうございます。<laughs> で、あの若い方が読んでくださる、読みついてくださることがあのー、とても嬉しいですね。いつかちょっとまた改めて読み込んで、うん、あのー。 ね、あの萩尾元談義をまた改めて、必ずしにいきましょう,これはう、ねあの、佐々木さんが、お立場が終わりでしょうから、<laughs> そのファンとしてのこうお気持ちをこう、の <laughs>、うん、喉のところで止めてらっしゃるなが、ですでもきっと、その,あの,あの隠れた熱量こそがね、やっぱりね、<laughs> うん、あの伝播するのがラジオですから、きっと伝わったと思います。 いや楽しかったです本当,いや本当に楽しかったありがとうございました <laughs> ありがとうございましたあの発球があのシュートがあの音楽が僕たちに勇気をくれた明治産業はスポーツそしてさまざまな文化カルチャーを応援しています